座は梅原龍。さあコーディー対龍という、まあ、まさにトッププレイヤー同士の戦いですけれども、こちらどうなるでしょうね。はい、なんだやっぱ龍の中足と、波動拳をですね組み入れてるのはかなり難しいので、いかにこうそのうまくさばいてからのこうやって一発で決めるかといった試合になると思いますが、始まったらコーディーがもりもり体力奪っていく。さあ5番つなぎからのこれは飛びが通りました。はい、確か DX ラフィアンからはガード不能の連携が狙えるのでガードができない。はい、そちら今強力ですね。非常に強力です。さあしかし飛んだところはうっかり見ている梅原、中足灼熱、この辺さすがですね。さあ投げを絡めていって攻めが継続。さあ、足込んだ。さあ、今の差し返しはうまいですよ。前中からの壊しいアパー。さあ、お互い距離を取りながら、うわ、波動見てますかね。はい、さあ、ゾンクナックルは、無敵時間がありますので、今みたいに波動拳を抜けることができますね。いやー、言うのは簡単ですけど、やるのは大変ですよね。5番置いてある。はい、さあ今の中足を逃げる、あの中足をくぐって近づくフラッグキックに対して長パンでしたね。非常に地上戦がうまいです。折り混ぜながら今度は梅原が体力を誘導して波動踏んだ。うわーっと今よく見てるラフィアン足。さあ差し込んで1本取り返してファイナルラウンド。さあ近づくか近づかれるまいかといったところですね。そうですね。おっと回復ミス、これは珍しい。さあ投げが通って、おっと強気ゲージだ。さあちょうどゲージが溜まりました。これ難しいでしょ。うわさあしかし灼熱だって昇竜まで。やっとコパン当てで勝ったのは桃地コーディ。さあ見事な試合でしたね。